さあそしたら全クエ制覇も間近に迫ってきたところなんだけど、ここで闘技大会 S ランクが絡んできますよと。やっぱり S ランク取ってねクリアしないと全クエ制覇とは言えんやん。でクルルヤックはタッチがあったから一発で S ランク取れたけど、あれだ残り1秒だったんだ、危な。でボルボロスが3分50秒で総中コン、あと10秒だね、まあ、ここ2匹はね普通に1回でクリアできたわ。でベリオロスがちょっと強くて笛で3回目で S ランク取れたかな。でこっからよ、これさロワルドルスとナルガクルが6分、ナノもやばいのに水物林っていうね闘技場だっけ、闘技場じゃないんだよ、やばない？普通にだからね歩く時間とかもあるし、1匹2分ぐらいで沈めなきゃいけないってことでしょ、あかんやろ。さあ武器なんだけど体験なるがきつい俺はね。でもチャークじゃなくてスラークもきついんだよ。弓は使えないから双剣かハンマーなんだけど、まあスタン取った方がタイム縮むだろ理論でいくわ。え、何これ、ダッシュブレイカーって技とため変化ブっていう謎の入れ替え技になってるわ。これ練習してからじゃないとダメだな。あーこれか、なんか PV であったよね、溜めてから撃つ。へえ、まあぼちぼちだな。あれ？なんか溜め技とかは何も変わってないな。あ、これが初期なのか、ブってやつが初期なのか。じゃあいけるわ。あ、ダッシュブレイカーしかも結構使えるぞこれ。タメさんの状態でダッシュブレイカーしたらすぐ溜めてまたタメさんになるんだ、結構便利じゃん。さあそしたら本番だ。しかもガルクがいないんだ、きつっ。もうこれで1分持ってかれるやん。まずはこいつに総理をぶっちかまして、ナルガのとこまで行ってナルガを削ってロワルドルスを逃がしての方が多分早いはず。総龍が強いことを祈る。突進、あー微妙いな。叩きつけ、あ叩きつけの方がいいね、多分こっちの方が早いわ。叩きつけ、あどうだろう、いや変わんねえな、全く同じ速度だなこれ。ナルガに乗ってロワルドルスの方が良かったか、ダメージ的にちょっとミスったかもしれんな。さあそしたらこっからだけど、いやハンマーきついな。はいおい、さい105で怒った。これはこれで避けるで殴る。インパクトクレーターはスタンしないと打てないかな。で、こっ、ダメか。はい。フレームかよ。ちょっと待ってくれ。くっそ。焦るな、焦るな。やばいぞ。ちょっと待ってくれ。思ったより立ち回り分かんないな。で、これ簡単。こう来るか。いやー、やばい。怒ってから一発も殴れてねえじゃん。あとかきり虫どっかで3個にしなきゃきついな。ここ頭 いけるかな。インパクトクレーター、よしよしよし。あしかも総流になった。これナルガのとこまで行くつうか、もう6分でしょ、もう無理なんだけどもう無理だぞこれ。さあどんくらい入るかだな。いやーこれちょっと後ろ下がんだよね、だからかなり接近して打たなきゃいかん。あ、ワン、あ、トゥー、遅い。あーマジか、あかんな。2回打てる、あ打てるな。いやこれ6分はだってもう4分とか経ってるっしょ、きつくない？何回もやんないと。
マジでやばそうだね。一回殴る。インパクトクリエイター絶対打つ暇ないんだけど。あと総流しちゃダメかもしんない。移動に時間持ってかられてダメだ、持ってかれてダメだわ。スタミナも増やしたいけどさ、携帯食料飲む暇なくね。なんか双剣の方がいいような気してきたな、これ。おいしょワンワンか。つか怒ってないのか、まだ。それもやばいわ。これ多分怒るからここでインパクト。怒んないか、チョルー。誰も使わないとこれね。 H あ、弱ってる。ロワルドロス HP めっちゃ低め設定されてるな、これ。こんな早くね、弱るわけないやん。はい、お、めちゃめちゃ HP 低いわ。いやー、でももう時間もないし切れ味もないな。はい、そい、間違えたけど頼む。オッケーオッケーオッケー。ナイスさん、あれこれ、これギリギリあるか。本当にすぐ討伐できるよって時に弱るから、まだあるかもしれない。あー、これで弱んなかったか。じゃあきちい、じゃあきちいよ。あ、弱った弱った弱った。ってこれ怒るじゃん、怒るところをよく、あー最悪。ここで回避でんかった。よしよしよし、頼む。あー、ダメだ、頭殴んなきゃもうダメだ。8はあかんわ。かー、でもまだ6分経ってなくない。おら、やめて、離れていかないで。どうしてみんな俺から離れていっちゃうんだよ。いつからこんな人生狂っちゃったんだ。あれ ?2回やってこない。ジョーンやのが2回やってくんの。はい。おい、終わり。あ、まだ終わんねや。ダッシュブレイカーダッシュブレイカーの付け方わからん。こうか。おら、1回しかでも殴んないんだ。いやしかも1回力尽きたらこれ終わりかよ。ね、てか生肉あるよ。生肉あるってことはギガニアが使用できるってことだよ。これで来るはず、来るけど、これ当たる。あ、当たってる当たってる。おお、結構強いぞ。ひるんだし、へえ、これがギガニアの力か。はいはい、ちょっとこいつ遅いからインパクトブレーダー試さん打てんじゃね。トゥルヤ、完璧や。総流、いや俺ね、総流で行かない方がいいと思うわ。なんか武器が強いし、こいつら HP 低すぎじゃね。壁に合わせても30とかしか食らわないんだよ。そんなことある？ほら、一発だけで30なんだからさ、壁当て1回だけでもいいかもしんないね、ワンチャンね。殴る。あー、インパクトクレーターでよかったな。かきりむしを出し惜しみする癖があんだよな。なんでもそう、なんでも出し惜しみしちゃう。インパクトクレーティング、強い強い強い。なんかもう弱んじゃね。あー、受け身がないね、やばいわ。でもインパクトクレーターは2個使うからね。やばいのが来る。これがロアルの大技か。さっきさ、ハンマーの連動がまるでない状態で、まあ多分実質、あー、よーし、終わった。2分ぐらいかな。いい。ただ時とかも入れなきゃいけない。あ、大掛け虫。あー、全然、いや、いいや、上に行ったのはいいぞ。いや、これ、回復する暇もないぞ。ただ、砥石だけはしとかないとな。これで威力大幅に変わるから。爆弾も罠もないもんな。これでよ、あああれで避けなきゃダメだな。さあ、なるかが問題だ。さっきマジでひどかったからな。うわあ、腕か。あれより、
こっちの方がいいね。いやーでも当たんない、やばい。ハンマーの連動が低すぎる、あまりにも。これどう？あー当たってまうよー。はい、遠い、完璧。ナイス。よし、スタン。すぐして、スタンしてくれんね。なんか HP も低いし、スタンチも低い気がする。わかんない。気のせいかもしんないけど。で、殴って、これでインパクトくれたら。ちょっとなんか、動きおじいちゃんだな。え、強っ！何このダメージ。で、回復してる暇はない。あと1分半くらいかな。一発でいいね。OK、39だから一発でいい。いやー何その動き。ひどい、ひどすぎる。ハンマーの練習から始めないとダメかもしれん、ダメかもしれんな。いやー避けらんねー、方向は避けらんないとお話になんないよな、正直。当たれよ、よし。あとね、思ったよりね、インパクトクリエイターの威力が高いからどれだけ当てられるかかな。これグレードのもう知るのが一番しょうもないで、仕掛けてくるから大丈夫。あたまたれ、よしよしよし。ロアルドロス2回スタン取れたからこいつも2回いてまうと思うんだよな。これね、こっち振り向き予測インパクトくれた、うまいけど、まあ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 一発当たったら十分やろあれ。きたきたきた、これボーナス技ね。あー弱んねー。あ弱った弱った弱った、いけるよいけるよ。インパクトグレート当てられるとこないか。いくしかねえと思ったけどなんか回転してもうた。スタンオレがよっしゃ来た。普通に殴ってこれ終わるんじゃない。1 2 3 Dよっしゃ、え、これいったでしょ、6分30秒でしょ。よーいった、え、あ6分ジャストだ、マジかよ。いやでもひどかったから動きが、まだまだ詰められる。いやー無理ゲーだー。いや10回ぐらい多分挑戦したかな、クリアできる気がしねえ。お、なんか双剣いい感じじゃん、双剣むちゃむちゃいい感じだぞ。あでしょ。いや、5分7秒早っ。やっぱ双剣っすわー。